はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、こんにちは、こたつです。ファクトリーをやっていきましょう。今回はですね、前回お伝えした通りに、バイターとの戦争を行うための準備をするんですが、そのためにも、ちょっとこちらのね、パワーアーマーを作りたいなと思うんですが、制御基板がですね、まだ製造していないため、ちょっと手作業でやろうかなと思って、こちらのね、チップをまず、作らないといけないんで、まぁ、ちょっとね、手作業ではできないので、まぁ、この辺でちょっとね、場所を拝借いたしまして、まぁ、ちょっとやっていこうかなと、はい、で、もらって、まあ、後でね、撤去はするんで、とりあえず、で、いるものを、この中に、なんだっけ、プラスチック、もうね、名前が英語に戻ってしまってね、名前が、わからなくなってきたんですよね。混乱して、あとなんだっけ。この3つか。じゃあ、これで、よいしょ。で、何個だっけ？何個必要なんかな？で、40、これをパワーアーマーを作るのに、基板が40個いるので、40×の、チップが2だから、2個でいく、80個だから、まあ80個なら1個でいいのか。これ何歩単位で、80なら個でいいかな。はい。で、あと、その間に、この、ファイバーグラスボード。ファイバーグラスボードを作るんで、それを作った後に、この、塩化鉄溶液だっけ、そんな感じのあの茶色のこれですね。これを使うので、ここで作るようにしてやって、渡すようにしようかなと。ここで、これですね。で、これで、作って、で、ここにプラスチックとガラス、プラスチックとガラスを入れて、で、こっちに渡す。で、ここでは銅と金プレート。銅あったっけ？銅ないよな、多分。金プレートあるか。多分足りるかな？足りるね。で、いいと思うんですよね。よっ。で、できたものを、こっちか。おお、違う。はいよ。で、これも、何個ぐらいかな。1枚だから、40ですね。じゃあ、これも、こんぐらいでいいかな。はい。まあ、これで、できるのを早送りで待ったよかな。こんなもんすかね。いいっすね。じゃあ、一旦これストップ。ストップ。で、そう、ストップ。で、これもらって、で、そろそろあっちがいいかな。いいね。で、あ、いや、いいよ、ごめん。で、ここで、さらに今度は、こっからこれを作るのに、抵抗、トランジスタ、で、チップ、ハンダー、基板、
これでいいはず。よいしょ。OK。お、OK だね。じゃあこれをまた倍速して、40まで。できた。で、これで、エンジンユニットか。エンジンユニット、電気エンジンユニット20個あるかな。電気エンジンユニットはあるかな、あるかな、あるかな。余裕でありました。OK! これでできますね。OK! じゃあこれを戻しといて。あれ?戻しといて。で、回収しとこうかな、さっきのやつら。一応これでできましたね。じゃあ、どうしようかな。回収しちゃうと装備できねえもんな。あ、違う違う。これで、おう、これあれか、外せないのか。で、これを装備して、で、これ、ソーラーパネル、暗視ゴーグル。あと何つけよっかな。あと、もちろんやっぱこれあった方がいいよね。で、あと足。うわ、それに制御基板いるのか。見とけよかった。わーお、わーお、わーお。携帯ソーラーパネルモジュール。ポータブルソーラーパネルマックス。ああ、こっちの方がいいのか。いや、制御基板基本いるな。制御基板必要ですな。マジか。マジか。これだけあればね、多分多少は持ってくれるでしょう。まあ、ちょっとね、あと電池が溜まるのを待とう。で、どう今回行きますかね。今まで右に行ってないから右に行くという手もあるけど、なんかせめてさ、こっち方面とかなんかせめてなんか見えてほしいよな、ちょっとでも。ねえ。レーダー、ここレーダーマーク3、あれ、ここレーダー置いてなかったっけ?ちょっとレーダー置きに行ってこようかな。いいやつを。ちょっとでも見えてほしいからな。とりあえずレーザータレットももう持って、もう荷物置いとこう。私の私物はここに置いていく。レーダーここ取っていいよな。切り替えよっか。で、とりあえず全部入れて、必要なもの、必要なもの、とりあえず壁、これと、レーダーと、まあ一応いいか。で、あとゲートと、これと、レーダー。これらはいいかな。スナイパーはいるな。あ、でもスナイパー、マーク2、インバープレート。インバープレートはまだないはずだよな。多分。で、これか。で、あとは、
こんなもんかな。OK。で、レーザーパレット大量にと、あとあれだな。どうしようかな。ちょっと今だけでも中型通貨3を作るようにしとこうかな。3は無理。あー、いや、ん？この、これなんだ？ネルルワイヤー。ネルルワイヤー。これか。できなくもないんだよな。でもわざわざするのもんな。耐久が150しかないや。ちょっと。一発で壊れると困るけどな。まあいいや。うん。はい。とりあえず、これをもうちょっと持ってって、なんか。で、あとは、レーザーターレットを150、もう全部持ってく。で、あとは、こんなもんか。なんで、あれ？なんでこんなもんがあった？さあ、あと大型も作っとこうかな。大型もいるよな。銅と鋼。銅と鋼。銅線じゃないもんな。あ、じゃあ持ってきてもらう。持ってきてー。で、まあこれでいいよね。ここ入んじゃないか。はい、持ってきてー。来てる。うん、鋼はもうない。いや、じゃあ行きますか。一番先の線路はどれだっけ。これか。一番下のやつな。さあ、じゃあですね、今回はとりあえず向こうまで行って準備を整えて終わろうかな。次回、もう大何時か本当忘れてしまったけど、バイターとの戦争を追っ始めようかなと思います。わー、ちょっと待って待って待って、絶対ロボット出ていく、やっぱり。だと思ったよー。ひゃー。で、どうしようかな、自動にしとこうかな。帰ってもらっていいから。で、ここに、レーダーを、最新版を、置いてやると。はい。まあ、これで、まあ、でもどうだろう。全然、やっぱ見えねえなぁ。どうすっかなぁ。ここを見に行こうかなぁ。とりあえずもうちょっとここを見て、で、帰りをこういう感じに行って帰ろうかなぁ。ね。じゃあ、ここを突っ切っていくように
まあちょっとね、今日は、あれですよ。感覚を思い出すためにも、ちょっとだけそこのやつたちをね、やっとこうかなと思います。はい。で、そして暗くなってきた。あ、てか思った、ここの充電が、回復していくってね。一応もうこれら全部、充電はできてんだよな。あ、全然できてねえや。ちょっと一回外しとこうかな。満タンになるまで。あー、あれだな。ちょっと、今日はね、充電を、ちゃちゃっと、頑張って、もらおうかな。さあ、充電も満タンに近づいてまいりましたんで、行っとこうかなと、思います。はい。で、今ずっと、近地を見てたんですけども、私が不時着してから775日、あと2日で、37ですけども、ね、ラッキーデーじゃないですか。よし、じゃあ、とりあえずこの辺に置いといて。いや、あれだよね、これ。絶対ここやられるよな。で、ほっニョキーって、ニョキーってしたね、お前。ニョキーしてってしたやろ、お前。で、よいしょ。あー、ロボット壊れたー。あー、攻撃力高えな、やっぱりバイター。カンカン。届いてない。あれ？あ、あ、ちょっと待って、俺電柱持ってきてねえや。あかん、ちょっと待って。電柱持ってきてねえ。やべえ。しょっぱながらミスった。電柱持ってきてねえ。電柱、どうしようかな。とりあえずこれで。はあいたい、無理、痛い。よいしょ。とりあえず、これでもうちょっと前進もう。OK。あー、結構まだ続く。さあ、しょっぱながらやらかしましたね。しょっぱながら、やらかしてしまいました。あれ？なんで修理しないあんた。なんで修理しないの？なんで修理しない？よいしょ。OK。いやー、やらかした。ね。いやー、やらかしてしまった。ちょっとじゃあね、電柱取ってこようかな。はい。じゃあですね、今回は、まあ、この辺で終わっといて、次回電柱をちゃんと持ってきて、バイターとの本格的な戦争をまた、追っ始めたいと思います。まあ、今回の戦争の目的は、サフィライトを見つけるという。ねー。
いや、なかなかね、サフィライトがないもんで、困ってます、本当に。ね、他のも結構ちらほらあるんですよね。あるんですけど、サフィライトだけがないというね、困ったもんですわ。困ったものだ、本当に。では、出発したいと思います。はい。それではですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。じゃあねー。